その3メートルの情報を聞いたら超えてこないだろうっていうことと、それから2日前が注意報で皆さん避難したけど全然大丈夫だったんです。だから続きすぎたことで油断と過信、これがあることで逃げなかったっていうのがやっぱりマイナス面でも、やっぱりこれは逃げるための時間を稼ぐものなので、かっての昔の防潮堤はですね、津波をが防潮堤を越えた後に防潮堤の後ろでですね、大きな渦を作って旋屈を起こすんですね。でその旋屈によって防潮堤が倒れてしまうということが起こったわけですが、今作ったものはですね、防潮堤を越えたとしてもその背後の部分にも旋屈されないような工夫がしてありますので、防潮堤が旋屈されて倒れるというようなことは起こらないということになります。常に防潮堤がなくて、常に海からのプレッシャーっていうんですかね、津波来たらダイレクトに来るよっていうのを理解した上で生活してるのと、ちょっとは防潮堤があるから耐えてくれるって思いながら生活してくれる、生活するっていうのでは、すぐ逃げるかどうかの判断、それが大事ですよね。地震が起きたら津波の用心っていうのは昔から言われてたことなので、すぐ逃げるそれができるかどうか、防潮堤が守ってくれるかどうかっていう前に、あるなし関係なく、とりあえず逃げる。